毎回同じ内容になってしまって、はい、マンネリ化や浮気に走るのではないかといろいろ考えてしまいます。あ、なるほど。ってことはこれズバッと言っていいですか？あ、お願いします。はい、あなたが浮気したいと思ってるってことですよね。そうだと思う。なんか自分自身がマンネリしてるんやと思う。マンネリ化してるんや。そう、自分が飽きちゃって毎回同じパターンだな、なんかあ浮気してえなって思ったってことですよね。じゃなきゃだって毎回ワンパターンで浮気しないか心配ですなんてことを思わないですよ、そもそも。だって本当に好きで楽しかったらうわ私満足、イエーイってなるじゃん。なる。でもワンパターンで浮気しないか心配ってことは私がしちゃいそうってことですよね。ってことは私がまず飽きてて私がワンパターンだと思ってしまってるっていうことは、じゃあ私がどういうプレイをしたくてもっとどういう愛し方をしたいかっていうのを伝えなきゃダメ。ここは人のせいにしちゃダメ。自分がワンパターンと思って飽きてて浮気したくなっちゃったんですよ。他の人が羨ましいなと思っちゃったんですよ。じゃあその羨ましいなと思ってるプレイを怖いけどゴーして言う、これしかないです。はい、え、どう、なんか意見あります？私、はい、ニヤニヤしちゃってるけどなんでニヤニヤすんの？まあ世の中には多種多様なプレイがございますので、もっと自分がね性に対して興味を持った方がいいと思う。はい、最後です。はい、私に性欲がない、彼は無理強いする人じゃないけど我慢させているのも悪いし、いやいややるのも申し訳ない。はい、なかなか深い問題ですね。まあそのはい、その性欲がないっていうのも、僕2パターンあると思ってるんですよ。うん、ちょっとだけいい？どうぞ。鼻毛出てる？すっごい、ちょっと待って、これ写真撮っていい？うん、すごい、これ茶柱みたいになってる。これ抜けたやつがついてるよ。すごくない？え、すご。しかもなんかほら毛根と逆さになってるやん。そう、でくっついてんねん。ちょっとやめて、はず。ほらはず。え、ちょっとはず、やめて、はず。ドアップの俺もなんかブツブツではず。性欲は2種類や、ないのは2種類あると思ってて、本当に性欲がないパターンか性欲があるけどないと言ってるパターンだと思うんですよ。で、性欲がないパターンっていうのはさっき僕らが言ってたようにセックスレスを感じるときは生命力が落ちるときなんですよ。で、どういうことかというとやっぱやりたくないことを やりすぎてて時間が多くてそこまでエネルギーが回らないとき、ないは日常生活、仕事とか今の環境がどうしても自分に合わなくて、この性欲というエネルギーすらも使ってしまって枯れてしまってる時で、もう一個の方が僕は結構こっちは環境を変えればなんとかなるじゃないですか。で、もう一個の方の方が良くないと思ってて、もう一個は性欲があるけど本当はあるんだけどないって言ってるパターン。これはどういうことかというと、男のが下手だから、簡単に言うとこうっていう事実があるんですよ。実は なぜかというと女性ってめちゃめちゃもう心優しい方ばかりで、あなた下手っていうと男性のプライドを傷つけてしまう。本当にそのままこの人としてもほら気持ちよくないし痛いっていうイメージしかないから、私なんて性欲がないっていうふうに自分で思い込んでしまう。その方が楽やから、相手を傷つけないし私も悪くないから、だからその彼のが下手すぎて気持ちよくなさすぎて性欲がないって言っちゃってるパターンっていうのは結構あるので、ここはちゃん と彼女自身が、自分は本当にないのかっていうのを見つめ直した方がいいと思う。本当になくてないって場合はじゃあ今の仕事が生活環境がもしかしたら合ってないのかもしれないって考えて、本当はしたいけどしたくないから性欲がないって思い込んでしまってるっていう場合は、過去が気持ちよくなくていい思い出がないからやりたくないイコール性欲ないになっちゃってる可能性があるだと思うんですよね。なので、
ここをまず理解して自分がどっちなのかっていうのを決めた方がいいと思います。だから、世の中に例えばなんていらないとか気持ちよくないから、やりたくないとか性欲がないって、言わせてしまってるのは僕ら男性の責任だと僕は思います。はい、男性の場合は自分のテクニックに過信せず日々精進、女性は女性で演技したりとかその嫌を伝えないっていうのはそういう悪い男性というか出来損ないの男性を育てる原因となりますので、必ずちゃんと伝えるっていうのをちゃんと心がけてやってみてください。はい、ということで今回は性のお悩みに真剣にお答えしていきました。はい、それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。